どうも、高野井畑雄です。今日もよろしくお願いします。はい、今日は、というか、今日もスコッチ。はい、なんか最近、スコッチですね、ずっと。グレンキンチ、ちょっと、目に入ったんで、久しぶりに持ってきました。ずいぶん飲んでないなぁと思ってですね。グレンキンチは地区で言うと、ローランドになります。ローランドモルトはやっぱり最近はね、いろいろ新興蒸留所も結構出てきてますけど、ローランドといえばやっぱり老舗ではグレンキンチオーヘントシャンっていうこの老舗のね、ローランド代表する蒸留所がありますが、そのうちのグレンキンチの方です。オーヘントシャンは今ね、僕のハイボール選手権に出場してますんで、毎週今飲んでも、毎週じゃないな。毎月飲んでますけど。グレンキンチは今日久しぶりですね。グレンキンチはですね、創業は確か1820年代。だから相当古いです。ただ、ほとんどがもうブレンディット用の原酒系提供に使われてまして、グレンキンチをキーモルトとしているブレンディットで有名なのはディンプルですね。まああとはキーモルトにはなってないですけど、まあジョニーウォーカーなんかにも使われたりとか、いろんなブレンディットの原酒の中に入ってます。そしてシングルモルトとして本格的に日の目を見たのは1990年ぐらいからですね。クラシックモルトシリーズでディアジオ社が出したやつの中に選ばれて、ローランド代表っていうんですね。そっからシングルモルト、オフィシャルはですね、ほぼこの12年一択です。オフィシャルとしてはもうあとはもう限定品とかだったんで、もう普通に買えるのはこの12年一択だと思います。あとはボトラーズがちょこちょこ出てるのかな。まあ、ほとんどあとはもう、ブレンディという。43度700ミリですね。値段はね、今日調べたら4100円、200円ぐらいが一番ネットでは安いとかですね。まあ、でも4000円前半だったら、昨今のね、いろんなものの値段考えると、リーズナブルな方ですよね。はい。ということで今日はね、グレンキンチを飲みます。グレンキンチっていう名前、グレンはよく言うゲール語では谷っていうんですね。だからキンチ谷っていう名前ですよね、グレンキンチは。でキンチっていうのは蒸留所の近くに流れてるキンチ川から名前を取ったらしいですね。あとこのグレンキンチの特徴としては、使われているホットシルが異常にでかいというのも言われてますね。はい、加水もしておきましょう。ということでストレートと加水してスワリングしたものです。ではまず12年ですけど、シェリーダルがメインと言われてるんですけど、そんなに色は濃くないですね。割と明るめのゴールド香りです。おー、ローランド濃くないフルーティーフローラルさがあります。パッと感じるのはすごいなんか爽やかなフレッシュ感の草原のような、でもねフルーティーフローラルですね。で香ってるとだんだんとこうバニラ感も出てくるかなって感じがあります。いただきます。おう、飲み口のアタックはバニラ感の甘さですね。その後に追っかけるようにして、フルーティーな感じがふわっときますけど、
でもそれよりもこう結構モルティーな感じかな。香りは結構フルーティーだったんですけど、味わいはモルティー&、バニラって感じの、そういった甘さですね。でやっぱりね、飲み口もライトでフレッシュな感じですね。余韻は短めからミディアムぐらいな感じで、長くはない感じです。はい、やっぱオーレントシャンと一緒で癖がないので、まあ、ノンピートですね。癖がないんで、すごいその塩っぽいとか、スパイスとかスパイシー感は若干ありますけど、まあ、癖が弱いんで、これはねかなり飲みやすい部類に入るシングルモルトかなと思います。香り高いのも香り高いですね。はい、では加水しておいた方です。あ、香りがいいですね。いろんなこの爽やかなフレッシュな、フローラル感が漂うって感じですね。加水しておいた方がフローラル感がよく出て、香りの時点で結構美味しいです。ライトそうだなっていう香りにはなってますけどね。いただきます。加水するとやっぱり美味しいですね。モルトの甘み、マニア的な甘み、ベースに流れるフルーティーはちょっとやっぱりベリー系っていうかブドウ系っていうかそっち系統のフルーティーさかなと思います。リンゴとかではない感じですね。すごいね、爽やかですよ。これは美味しいです。はい、ではオンザロック飲んでみます。はい、ということでグレンキンチ12年、オンザロックですね。いただきます。わあ、美味しい。おお、なんていうのかな、なるほど、ディンプルがキーモルトに使ってるっていうだけあって、なんか飲みやすくてライトですわこれ。しっかりね、甘みはあるんですよ。僕はやっぱりこのロックになってもね、甘い感じがして、そしてビターさが微妙に出るんですけど、そこがねちょっとビターチョコっぽいんですよね。ああそうだ、そんな感じですよ。本当にフルーティーさもフレッシュな感じで最初感じたんですけど、どっちかといえばやっぱ麦芽の甘みとかウッディーの甘みとかバニラ感とかそういったものがちょっと強くなった気がする、このオンザロックです。ああこれは美味しいですね。飲みやすくライト、余韻も長引かないって感じですね。はい、だから重い感じがしないのでスイスイ飲めちゃう感じがあります。ではハイボールしてみましょう。はい、ということでグレンキンチの12年のハイボールですね。いただきます。うまい。
うまい、うまいんですけど、ちょっと濃いめで作った方がいいかな。味がライトなんで、良さがね、少し薄まりますね、やっぱり。ハイボールまで行くと。濃いめの方がいいと思います。うん。ちょっとこれ継ぎ足します。継ぎ足しますって。もう少し多めに。どうでしょう。30ミリで作ったから。あとね、10ミリぐらいちょっと入れて、はい、このぐらいの方がいいような気がします。あー、いい、うん、そんなにフルーティーフルーティーしてない感じで、甘み的には僕はやっぱね、バニラ感とモルティーな感じですかね。モルティーウッディー、ナッツの感じもあるのかな。で、何しろ一番言えてるのがやっぱライトでフレッシュで癖がないっていう、飲みやすいっていう感じですね。でもね、43度なんでそれなりの飲み応えもあって、ただしやっぱりライトボディーなんで、ハイボールまで行くとちょっと薄まりやすいんで、ハイボール作るときはちょっと濃いめがいいかなという感じです。めちゃうまいですそうですね。で、まあ、ディンプル好きの方はもちろん、うん、おすすめできると思いますし、その癖のないところで、飲みやすさで攻めていくなら、その中の一本に、まあね、スコッチ入門の一本じゃないでしょうかね。ローランドを代表するこの、まあ、オーヘンドシャンとグレンキンチ、僕、まあ、両方好きですけどね。あ、グレンキンチは、でもね、僕はこのオフィシャルぐらいしか飲んだことないんですよね。オーヘンドシャン結構いろいろ飲んでるんですけど、だから、キンチもね、ちょっと、まあ、見かけたらまたなんか飲みたいなぁとは思う一本でした。はい、ということで、宅飲み畑をウイスキーメインの蒸留酒チャンネルで、僕が酔っ払いながらいろんなこと喋ったり、いろんな企画を組んで遊んだり、情報を発信したりしております。ウイスキー好き、お酒好きの方はぜひチャンネル登録していただいて、一緒にね、飲みながら見ていただけたら嬉しいです。ということで、今日の宅飲みはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。